願いします。緊張しました。
みんなギリギリを狙って。全然飛んでると思う。でも振るように練習はしてた。もう悔しかったです。ココロさんに負けてたから。まだね。今はもう。
ていう練習はあんまりしない。あ、やってます。やっぱりバット振れます。バットなんだでもだいぶ変わりました。やっぱバットを振り回すいいんだね。私も最近バット、アザスバット買って購入したんで、あ、やりますそう、購入したんで長いのと短いの両方買ったからね。やる気だ。やる気だ。重いのと軽いのを交互に振ると、うん、結構その重いのでこう体がしっかり作られて、うん、軽いものでこうスピード感を体感させると飛距離ってアップする。結構交互にやると軽いのって例えばあの軽いクラブって、まあ売ってるのもあるね。アップファイブとかっていうシャフトにボールがついたやつとか、ああいうのでもいいし、そうそうそう、はい、あれでもいいし、シャフトでもいいんだけど、うん、基本的にそのやっぱり飛距離ってスピードもすごい大事だから、うん、結構軽いのでビャンビャンビャンって振ってると、うん、そのスピードに慣れてくると、ヘッドスピードが上がって飛ぶらしい。交互に。交互に。交互に。ちょっといいアドバイスもらったんで来てよかった。